はい、こんばんは。スタジオリバーサイドようこそ。ギタリストの竹下敦です。本日のサウンドチェックはこちら、ズーム社提供、ズーム G2-1NU H の6番ですね、Z ネオス、はい、こちらを愛用の不次元性ストラトキャスターで奏でてみたいと思います。はい、ギターを手にしたらですね、まずスケール練習からですね、6弦3フレットを中指で押さえます。はい、ゆっくり丁寧に、これ中指に入れ替えます。なぜ入れ替えるかというと、全く同じ節で2オクターブ奏でられます。ご自身の手がね、温まったかなと思ったら、次に、Em の循環コード、これを、クソ真面目に練習します。タイムイズマネー、時は金なりなので、同じ練習するのであれば、真剣に練習した方がいいです。はい、で行きましょう。ピックの持ち方なんですが、皆さんね、大切なことなんで、人差し指の上に軽く乗せます。はい、そして、親指で包み込むように、ピックの先端を約ですね8ミリぐらい出すとよろしいかと思います。はい、こんな感じですね。はい、でこういう練習をするとピックをギュッと持たない、良いピッキングができるコツですね。はい、次に、ランディ・ローズ、今は亡きね、ランディ・ローズが奏でたミスター・クローリーですね。はい、これはご自身でリフを考える際のアイデアとして使われるとかでよろしいかと思います。パワーコードプラスメロディー。はい、ランディ・ローズはもともとクラシックのギタリストであって、クラシックはね、食べていけないので、オジオズボンバンドのオーディションを受けて、オジが、泊まっているホテルにね、ランディが入ってギターを手にしようとして、その瞬間オジを超えました。僕たちが求めているのは君だとね、弾かなくても分かるんですよ。どれぐらいの技量かってね、その人がどんな音を出すのか、想像がつくもんです。ギタリストってそういうもんです。それではそんなランディ・ローズを兼ねたミスター・クローリーです。一つはここですね。ランディは1回目はオンビートで弾いて、2回目はちょっともたらしてます。ブリッジミートですね。あとランディここを非常に重要なんですが、プリングオフの時とならないようにすることが重要です。
かいニュアンス、こういう細かいニュアンスを適当に弾いてしまうと音楽にならないんですね。どんなに速いパッセージが弾けたり、どんなに難解なフレーズが弾けたとしても、それは音の羅列であって、音楽ではない。ただただ技巧に走っても、それは人を感動させることはできないんですね。音楽は人を感動させるものであって、ただただ闇雲にテクニックに走って、それを見ても誰も何とも思わないんですよ。そうだねっていうだけで、特にギタリストではない一般の聴衆の方はそれを聞いても、なんか自慢げにギターをひけらかしてるようにしか見えないんですね。なので、とにかく美しく弾くこと、そして一音一音を美しくすること、一音一音の音を磨いていくことですね。これとても重要なことです。そして、まあ何ですか、ある程度技巧的なことも必要です。はい、全く弾けないんで話にならないんでね。練習曲として、ファイナルカウントダウンという楽曲なんです。これ困った時に割と出すと、大体 OK が出るっていうね。歌謡弦を含まない、ギターソロなので同じ運指で奏でられるんですね。これ非常に重要なことです。課題曲ファイナルカウントダウンです。というフレーズを課題として練習してくださいというふうに提案したんですが、その場ではなぜそれが必要だったのか、理解できなかったかもしれないです。これね、これ全く開放弦を含まないんで一応しても使えるんですね。こういう単純なんだけど、単純なんだけど、とある場面で繰り出せる技っていうのは非常に重要なんですね。ご自身で、最終的にソロは組み立てなきゃいけないわけです。僕たちが代わりにソロを作ってあげるのではなく、あくまで、ソロを組み立てたり楽曲を組み立てたりするのはご自身なんですね。私は、こう丸々こう弾いてくださいとは絶対に言わないです。アイデアの断片を、伝えていきます。幸いにもね、私が担当させていただいている生徒さんはね、非常に練習熱心で、そして自分で考える能力のある方なんでね、その場では、なんでこれをやらなければいけないのかなと思われるかもしれないですが、その後ね、あ、なるほど、こういう意味があったのかっていうことをね、理解されると思うんです。これ簡単といえば簡単なんです。簡単なんですが、これを本番で必ず 100% 間違いなく弾くことは相当に難しいです。ですが練習していれば必ず成功の確率というのは上がっていきます。
練習すれば練習するほど上がっていきます。そしてだんだんそれに一音一音が艶やかになっていくものです。ギターっていうものは不思議なものでね、そういうものです。そしてこういった、まあ、早いパッセージを弾くのに重要なことは、指と弦が離れている時間を短くすることです。極力弦の上を雲が這うようにね、指がバタバタするのではなく、スル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 スと動かす。これ非常に重要なことです。課題曲としてイングヤマルス広島のものです。なんですが、この部分ですね、前半のこれに関しては装飾音、経過音であって、特にはっきりと弾く必要はないです。国家メロディーラインですね。というふうに奏でることが重要です。ここからいきなり全部を弾こうと思うと、なんとなくちょっとこう聴衆としては、そっからっていう感じになるんですね。でここでの方がギターらしい音の出方なんですよね。モヤモヤからはっきりみたいな、そういう風に弾いていくとよろしいかと思います。ただこういうフレーズとかですね、とか、練習の段階では一音一音の粒を揃える、はっきりと、聞かせることは、ね、非常に重要です。今回使用したギターは、富士原生ストラトキャスターでした。なかなかね、私は理屈っぽいのと、あまり自分で教えることがうまいと思ってないです。何でしょう、いわゆる音楽ギター講師に特化した方っていらっしゃるんですね。ギター講師だけで生計を立ててる方で、私はギター講師が本職ではなくて、ギタリスト、いわゆるプレイヤーなので、正直その教えることに対してね、あまり自信はないです。生徒さんに伝わってるかなっていうことをね、自問自答しながら、少しずつ工夫しながら、生徒さんに伝わるように頑張ってます。でついてきてくれる生徒さんに対してはね、本当に嬉しく思います。本当にありがとう。ちょっと不器用なところもありますし、なかなかね、うまく伝わらないところがあるかと思いますが、分からないときはね、ここ分かりませんとはっきりおっしゃっていただければ、なぜそうなのかというのは説明する準備はいつもしてますので、何なりと聞いてください。それでは、横浜シアミュージックでお待ちしております。ギタリストの竹下敦でした。See you next time です。